初勝利を決めました吉浦康次郎投手です。勝利おめでとうございます。登板5試合目でのようやく掴んだ勝利、今の気持ちを聞かせてください。そうですね、率直にめちゃめちゃ嬉しい気持ちでいっぱいです。今日はチームが7連敗の中、3連勝中と勢いのあるタイガース戦の登板でした。どんな思いでマウンドに上がったんでしょうか。まあそうですね、まあ、自分の仕事は一人一人バッターを抑えるっていうのが仕事だと思うんで、まあ、その意識で一人一人抑えて、その結果続けばいいかなっていうふうに思って投げてました。今回3つのフォアボールが4回までノーヒットピッチング、結果2安打1失点と、今日のピッチング振り返ってみていかがですか。そうですね、まあ、初回からどんどん飛ばしていこうという気持ちで投げていたので、まあ、それが6回まで続いたんですけど、まあ、6回に1点取られてしまったので、まあ、そこはしっかりと抑えられるように今後も頑張っていきたいなというふうに思います。そして3回の表は8球とテンポよく抑えた後に、その裏、村上選手の犠牲フライ、さらにはサンタナ選手のホームランがありました。あの瞬間かなり背中を押されたんじゃないですか。そうですね、先制点取っていただいて、まあ、本当に気持ちが気楽になりましたし、思い切って投げることができたので、本当にチームの皆さんには感謝しています。そして7回からは石山投手、清水投手、そして守護神の田口投手、先輩方が抑えてくれました。ベンチではどのように見ていたんでしょうか。そうですね、本当に頼りがいのある先輩たちなんで、すごい安心して見ることができました。試合後に高津監督からはどのような言葉をいただきましたか。そうですね、まあ、ここから、勝っていけるように頑張っていこうということで、はい、声をかけていただきました。今ウィーニングボールは持っていらっしゃいますか。はい、助けていただいてもよろしいでしょうか。改めて気持ちとっていかがですか。そうですね、まあ、本当にここからが勝負だと思うので、まあ、本当少しでも多く大事に立てるように頑張っていきたいなというふうに思います。ちなみにそのウィーニングボールは誰に渡したいでしょうか。そうですね、やっぱり両親に渡したいなというふうに思います。今隣でスタッフローが手を出していましたけども、いかがですか。すいません。その両親という話もありましたけども、今ご両親に伝えたい言葉ありますか。そうですね、やっぱりここまで育っていただいて本当に感謝しかないですし、まあ、ここからも一生懸命頑張って親孝行していきたいなというふうに思います。改めてこの応援、さらには声援を届けてくれるスワローズファン、改めて吉村投手いかがですか。そうですね、もう本当に温かい声援ばかりで本当に力になるので、これからもどうかよろしくお願いします。最後にスワローズに入団した際にスワローズファンに愛される選手になりたいというふうなお話をされていました。改めて自己紹介も含めて最後にファンへのメッセージお願いします。新人の吉村康次郎です。ここから一生一生頑張って投げていきますので、これからも応援よろしくお願いします。